なんかね、だからこのチャンネルで、うん、その今メアリージュンさんと何喋るってなった時に、うん、なんかまあ、うん、作品のこととかをまず聞こうと思ったら全然聞けてない、はい、いやそう、作品に対する話とか聞きたかった。例えば、うん、火花はこうやったとか、うん、牛島くんはこうやった、うん、今やってる西原さん、うんうんうん、もうだからスピンオフしてますやんか、うんうん、とかってどんな感じやったんかなって、作品に対する感じとかを聞きたいんですよ。はい、話しましょうか話しましょう。火花はどういう風な感覚やったんですか？もう本当に幼馴染に会いに行く感覚で、ふらーっと何も気張らず行ってました。関西弁やし、関西弁やし、本当に関係性がね、彼氏、うん、後に旦那さん、うん、で林遣都くんは幼馴染やし、うん、何も気張らずふらーっと行って、で私結構本当に撮影空いてて、毎回1ヶ月に1回くらいになったんで。そうかそうか。でいつも楽しみにしてたんです、行くとすごい楽しくて。へえ。何も気張らず。そんなでも楽屋が一緒とかってあんまなかったじゃないですか。はい。でもその撮影スタンバイ待ち時間とかは結構ずっと喋ってくれてたじゃないですか。ありがとうございます。いや、あれはこうウォームアップをしてたんですか？あのウォームアップというか、その、あ、全然普通にザックバランにザックバランなんや、あれ。そう、ウォームアップじゃなくてほんまにフラットで、なんか演技しようっていう感じにしたくなくて、ほんまにフラッとその空間にこう馴染んどきたいっていうか。あれはじゃあ結構地続きでいけるじゃないですか。高橋さんの中にあるやつでバーっていけるじゃないですか、はいはい、え、牛島くんはどうなんですか？牛島くんは最初台本読んだ時に、え、全然分からへんみたいな誰、え、全然自分と繋がらないえ、繋がらない、全然分からない、はい、全然理解できへん、え、できるかなみたいな。へえ。オーディション受かったものの、え、分からへん。で初めてそのマネージャーさんにお願いして監督に電話させてもらって、で監督と電話して、監督すいません、ちょっと分からないです本当に一個もなんか繋がんないです彼女と、って話したら、監督が一言目に、西原っていうのは過去に涙の味がするご飯を食べてた人なんだよねって言われた瞬間にピーンって繋がったんです。へえ、コナンの。コナンの。それで、あ、いけると思って。いけるって。はい、え、あの声の出し方は高橋さんのアドリブなんですか？アドリブじゃないです。もう撮影入る前に監督と会って、監督たちと会って、ちょっといろいろ実験して、ここ叫んでみよう、ここブツブツ言ってみようみたいな。作り上げたんや、あのチームで。はい。で普段はそう、なんか水の水道のこう線がこう溢れそうになるのを必死でこう抑えてると、うん、けどなんかこう怒ったした時にそれがバーンって溢れちゃうっていう表現でした。あとはなんか ああいうのってさ、なんか大きい声出そうとするとお腹から普通出すじゃないですか、うん、もうそうすると普通に迫力ある人で変な人じゃないから、うん、だからもうここじゃなくてもこの喉から向こうの音量と違う感じでブワーって出すっていうのを意識して。しかも結構長ゼリで叫ぶ、はい、シャウトするシーンがあるじゃないですかでほんまにこのセリフ言ってんのって思って、ああ、ね、もう一回聞いたらやっぱり、はい、あれはちゃんと言ってるんですね。闇金牛島くんシリーズではちゃんと言ってるんですけど、うん、闇金西原さんでは、うん、本当に台本になかったりするんで急遽追加っていうのがあるんで、あ、言えたかな今っていう感じやけど OK ってなったりしてるんで、あ、まあ、たまに言えてないと思います監督 OK 言ってんだもん OK なんて牛島くんとかの話ファンやから、普通単純にずっと見てたから、単純にやっぱその楽しいですわ聞いてていや面白い現場ですよ本当に。セリフ変更当たり前なんで、だからおはようございますってメイクルーム入って、そしたらスタッフさんが髪ヒラヒラと持ってくるんですよ、うん、ドン、セリフすごい追加とか今から撮るんやけどみたいな。差し込みっていうやつですね。差し込み、え、結構ありますか？ありましたけど、あ、でもそのそんな僕ぐらいのやつは全然ちょ来るぐらいですけど、あんなそんな量の差し込みって思ったことはないです一回。
全員にほぼ全員にそれがある感じで、全員にもうみんなやばかったです。なんか細かいところまで結構あるじゃないですか。例えばこう食い方とかも、はい、あれもそのみんなで交渉か交渉かみたいなのがあったってことですか。あれはなんか犬食いってもう書いてあったんで、うん、それはもう家で自分で練習してきて、これでいいですかっていう感じで。ああ、一旦やるんですか家で犬食い。家 でやって、その時兄弟と住んでたりしたんで、うん、見てもらってどっちが汚いみたいな。はあ、一番汚い食い方をお届けしようと。だけこっちかスプーン、こっちかこっちどっちかなとか。あんまやらしいですもんね、あんまやりすぎたら。そう、 あと難しいことになんか汚すぎてもなんかチャンネル変えられたりするから。難かった役なんですか、一番難かった役。むずい役、あでもないんや。ルローニケンシンとかむずくなかったですか。あんな私大ファンな役なんですよ。もうルローニケンシン決まる前から、あのルローニケンシンが映画化される前から、ルローニケンシンの駒形由美役決まりました、ありがとうございましたっていうね、お願い事ノート書いてたんですよ。うわー叶えてるやん。えぐ。俺だからこれ言うのはあれですけど、俺メアリー・ジュンちゃんと一回共演したいって思ってた時期あったんですよ。でやってるんですよ。あーすごい。これすごない。やっぱ叶うんや。そう叶うんや。言ったらな、思って言ったらこれなりたい、これなりたいって 言わんと叶わへんのんちゃんって思う。いや思います。そうよな。私もだから共演したい人と会ってきてます。中でもうわこの人、うわあの人やって絶対出さないですよ。出さんけど心の中でうわー、ええー、阿部寛さん。阿部寛さん会ってみたいな。阿部寛さん素敵です。本当素敵です。ああいう感じです本当に。ああいう感じ、あのロートーン、はい、本当面白いです。あ面白いもあるんや。やっぱ本人が真面目で、でも多分狙ってるのか分かんないんですけど、めちゃくちゃ面白いです普段。へえ、いいな。めちゃくちゃ素敵です。かっこいい、かっこいいです。そらかっこいいっすよね、あんな背高くて彫り深くて。女優さんだと天海祐希さん大好き。林くん一回舞台やってて、見に行って、はい、ずっと天海祐希見てた。林くんの舞台けどずっとめちゃくちゃ魅力あるよ。めっちゃ素敵。可愛いよな。かっこいいし可愛いし、もう大好き。顔ちっちゃいもん。顔ちっちゃくてめっちゃ細い。で座ってめちゃくちゃ姿勢こする。やっぱスターや。スター。YouTube やってるじゃないですか。はい。見てるんですよ結構。ありがとうございます。更新滞ってましたよね。まずそうですか。いや更新滞ってましたよ。昨日やっとあのお母さんとカレー作るやつが終わってましたけど、はいはい、あれはどういう感じでやってるんですか。あ更新、はい、でも本当になんか皆さんスタッフが優しくて、私に無理させないスケジュールで、はあ、っていう感じでやってます。今じゃあだから撮影とかちょっと忙しいからちょっと空いてたみたいな感じなんですか。はい、はあ、撮れる時に撮ろうみたいな。朝日が昇る夜、夜あれスタッフさんから声かけられたんですか。高橋さんがやろうってなったんですか。いや私がなんか朝日いろいろ見に行きたいな、うん、うわ それやったら YouTube でなんかできるかも。あやってみようかな。なんか好きなことじゃないと多分続かないんで、うんうんうん、私でスタッフさんが手伝ってくれるみたいな。でなんかそういう人に相談したらそうつなげてくださって。あ、もともとの友達が撮ってる感じではないんですね。じゃないですね。高橋メアリージュンって聞いて、や西原さんとかもあるから一旦構いますよね。そのこう、あ、向こうが、あ、うん、やっぱこうなるよ。こうサンドバッグどついてるし。向こうはそうフレンドリーなんですけど、私はやっぱよそよそしい。高橋さんは見てて、はい、なんか普通にやっぱ敬語になるじゃないですか。あ、友達とかじゃないと。テレビと一緒だとあんま意味ないのかなみたいな。もう普段のそう、もう出した方がいいけどなかなか出ないっていう感じだったんですよ最初。敬語で。高橋さんのめっちゃ仲いい友達いるじゃないですか。その人呼んだりしたらダメなんですか。それは思います。
それは思います。朝ね、あんな早く一緒に来てくれますかね。ちょ、呼んでくださいよ。あ、え、来てくださいよ。そういう、呼んでください。やった。いや、LINE でも言ったじゃん、その、呼んでくれよ。いや、呼んでくれへん。ほんまに、ほんまに来てくれて嬉しいです。子供連れて行っていいですか。はい。山とか登んねんやったら。はい、え、ほんと軽い、そんなきつくないやつですけどね。あ、だからきつかったら、もうちょっと単独できたやつ。基本きついとか選ばないんで。お子さん、お子さんも一緒に。ちょっと行きたいな。やっと。ぜひ。早いけど朝。朝早いですか。この間だから朝日のために山梨行ったんですけど、3時ピックやったんで。3時？朝3時。2時起き、はい。あ、でもピックはしてくれるんですね。してくださいました。はい。キャンピングカーで。うわー、楽しいやん。楽しい。え、その中は動画回さないんですか。ね、回してもいいですよね。絶対回した方がいいって。回してくれはった。ちょっと回してくれはりました。ちょっと回してくれはりました。いや、そんなんだって朝から高橋さんがメイクしてる間、俺こう座ってずっとしゃべりましょうよ、この。確かに。ちょっと呼んでください、絶対。え、ほんまに来てください。朝日。朝日。見に行く感じですけど。もうマジノーギャラでピックだけしてください。ピック大事、ピック大事。ピックだけしてくれないとしんどいんで。住所だけお伝えするんで、はい、迂回して来てもらえたらもうそれで、はい、家の下でやった。お願いします。絶対に絶対によ。どういう風になるんやろ。高橋さんはすっごい、俺も予想してんの、高橋さんの結婚相手。誰？俺はもうこれ予想してる。教えてほしい。もう絶対こういう人と結婚する。教えてほしいです。北海道の牧場を営んでるオーガニックコットンとか作ってるかっこいい男。絶対そうやから、絶対そうやから、絶対そう。時間に縛ら、時間に縛られないのもええよっつって引かれて、うん、仕事の時だけ東京戻ってくるっていう風になるで。ああ、それあるあるかもしれない。朝日が昇る夜で北海道ロケとか行ったら出会うねん。で、牧草こうやってる時にこんな人生もええかもしらんなぁつって、で、夜ぐらい俺に LINE 来んねん。もしかしたら出会ったかもしれない。やばい。ちょ、ピザ食いに行こうつって。やばい。やばい。でも通いとかね、いいですよね。通いとかいいと思う。ですよね、自然とね。いやー、というわけでまあちょっとね、はい、あんまり俺が喋らんと高橋さんにめっちゃ喋らそうと思ってたけど、やっぱそう、久々だったから喋っちゃった。いやいや、私自分のこと喋りすぎたなと思って。いや、その全然、もっともっとわーって2人ともこうなる感じのの感じが良かったけど、ちょっとまた、はい、何かありましたらまた来ていただいて。お願いします。で、僕もちょっと呼んでください。はい、来てください。というわけで本日のゲストは高橋みやり淳さんでした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。